はい、おしです。いつもおしチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。人生はたった一度きりです。自分の人生、悔いのないように生きるためには選択をしっかりと自分で決めていくということです。人生というものは選択の連続です。その時にね、自分で考えて、そこで自分で答えを出していく、そういうようなスタンスがとても大切なような感じがします。例えば小学校の頃にはよくわからないので、親の意見あるいは友達から誘われて、例えば野球を始めてみた。そこでも野球はとても面白いことが分かった。試合にも出たり負けたりもしたり、悔しい思いもしたり楽しい思いもした。中学校になってどうしようか、もうつまらないから違った道に進みたいという人もいても、それもまた自分の選択。また中学校でもやりたいからといって、さあどうしようか、部活に入りたい、でも部活が廃部で何もないのでどうしよう、中学校でやっている軟式あるいは硬式のクラブに入ろう、高校でもやりたかったら今のうちから硬式をやってみたい、さあ強いところに行くのか、あまり知れてないけども弱いところに行くのか考えてしまう。自分の体型から考えて、大きな小学生ではない、小柄だから自分でもできる基礎体力をつけながら試合に出るようなところで力をつけていきたい、そして高校で輝きたいというような考え方もあります。また自分で考えずに、親が強豪校強豪のクラブに入れて、そこで頑張れというような形で入る子もいれば、また友達がそこに行ったから僕も一緒に行くという子もいる。それは自分の選択ですから、どれがいい悪いということはありません。でもそういうような自分で選択せずに、誰かから勧誘されたり誰かから言われていくような子というものは、数人の子がやはり挫折をして野球をやめてしまうという子もいると言われています。それではなんだかとっても悲しいような感じがしますよね。孫たちにある甲子園に行った人がこんな話をしてくれました。僕は強豪校で野球がしたくて強豪校に進んだ。そこで練習もした。でも中学とか高校2年の時に怪我をしてベンチにも入れず、そして結局のところスタンドで応援をしてしまって、それで高校生活が終わってしまった。振り返ってみると、やはり強豪校というところで行って、甲子園にも行って土をもらったけども、なんとなく虚しさが残る。自分としたら選手としてグラウンドの中でプレーをしたかったな、ということをおっしゃっていました。確かに野球をやっている人に限らず、いろんなスポーツをしている人は、やはりそういう公式戦で選手として出るということがとっても目標になるものだと思います。あの公式戦でのあのドキドキ感、あるいは緊張感、そういうものを体験できるということはとっても素晴らしいことだと思います。そういった点も踏まえて、高校の選択も自分でしていかなければいけませんね。もちろん強豪校に行って強いところに行って勝ち進みたいということであれば、それもまたよし。でも文学もまた学問もしながら、勉強もしながら野球もしていきたい、それでも県大会を目指したいとか、そういうような気持ちでも続けていくこともできます。やはり大切なのは、自分で選手として出れて、そしてプレーができる、公式戦で緊張感を味わえることができる、ワクワク感を感じることができる、そういうようなところを選択するということも一つの方法です。そしてまた大学に行っても野球をしたいのか、また就職をするのか、そういうようにまたいろんな選択が人生には来るわけです。その中では自分でしっかりと決めて、自分で考えて決めていくということが大切です。そして選択で最も大切なのは、人を選ぶということ。この人の出会いによって自分の人生もガラッと変わってしまいます。極力ネガティブな人、超ネガティブな人とは距離を置くということが大切です。今日はかったるいな、だるいな、不平不満、口、怒りや気事、弱音を呼ぶような子と一緒にいると、自分もその子のようになってしまうんですよね。会話もなんかそういう会話になってしまいます。明日は英語のテストだ、ああ最悪、英語なんてさ、社会に出てあんまり使わないのに、なんで覚えなきゃいけないんだよなとか言ってしまう会話になってしまうよりも、明日は英語のテストか、まあ社会に出て少しは通用するように少し頑張って暗記しよう、頑張ろうね、というような友達といると、なんとなく前向き、ポジティブになっていくことができます。切れる子、嘘をつく子、
また不平不満口怒り泣き言弱音を吐くネガティブな子、そういう子は避けて極力明るいポジティブな子と付き合っていく。これも人生楽しく生きるために大切なことだと思います。では今日は人生は選択である、その選択は自分で考えてしっかりと自分で決める、そういうようなスタンスが大切なんじゃないかなというようなお話をさせていただきました。それではまた。フジポーズの動きが1番、世界の吉田君。